常磐市は、かつて、福島県浜通り南部に存在した市、現在の岩木市の岩木湯本温泉周辺にあたる、常磐湯本と呼ばれることもある。阿武熊山地の東の太平洋岸地域に位置し、冬でも雪が少ない比較的温暖な地域で、古くから常磐湯本温泉を抱える保養地として発展した地域である。常磐市という市名は、 北地国と岩木国の境に接することに由来するが、全域が岩木国に属する。南に平野が開けており、西と北と東は山に囲まれている。北側、旧常番市と旧内郷市の境には、湯本形成と呼ばれる小さい山地が広がっており、上磐線はトンネルで湯本形成をくり抜き、国道6号は谷間を縫うように湯本形成を貫いている。 常磐丹田の最大の拠点として知られる炭鉱の町として一時期黄金時代を築いたが高度経済成長期に閉山。その跡地には1966年に常磐派アイアンセンターが建設されフラガールの発祥地として人気を誇った。現在の岩木市役所常磐支所は1959年に 常磐市役所として落成した建物で、1966年に合併により岩市となった後は常磐市所となっている。スパリゾートハーイアンズ20世紀前半には常磐湯元には常磐丹田の炭鉱が存在し、黒いダイヤとして炭鉱住宅が立ち並んでいた。その一方で石炭採掘によって温泉のみをの寸断が起きる結果となり、 湯元温泉の輸出が止まるなどの影響を及ぼすことになった。20世紀後半に高度経済成長期が到来し、石炭から石上とエネルギー事情が変わると石炭採掘がコスト的に再三割れとなった。このため石炭採掘で紛失していた温泉を活用してこの地にハワイアンセンターを建設するという話が持ち上がり、 炭鉱を守りたいという山の男たちと町に生き残るための覚悟をしたハーイ組と対立した。その葛藤は常磐炭鉱を描いた映画フラガールでも描かれている。しかし生き残りをかけるためには再興をやめ新事業を成功させなければならないという思いから結局完成に至った。ありがとうございます。